焼き鳥焼肉のね専門店がちょっとね懐かしのあのお方がいるということで、生まれた時もずっとあれでしたっけ、もうここで倉敷でしたっけ、なんか初めて会った時すごい日本語ペラペラで、倉敷駅前でねちょっとね気になってた焼肉屋さんにね行こうかなと思います。一人焼肉のね専門店が、あるんですけど、この近くにちょっとね今日ご紹介したいのと、ちょっとね懐かしのあのお方がいるということで、まあ、個人的なんですけど、行ってみようかなと思います。今日ご紹介するお店がこちらです。倉敷駅から徒歩5分以内にある場所です。こちらのお店です。肉こまさんです。というわけでこちらが店内の雰囲気です。焼肉を一人で楽しめるというコンセプトで営業を開始したということで、肉独楽で肉こまというそうですね。いやー楽しみです。生まれた時もずっとあれでしたっけ、もうここで倉敷でしたっけ、なんかですよね、なんか初めて会った時すごい日本語ペラペラで、なんか髪が長かったようなね、なんかそんな感じ幼稚園が同じなのと、はい、この近くにある絵画教室があって、多分そこでクラスが一緒だ、ね、丸山先生っていう。いつ頃オープンされたんですか？2月オープンした。あ、今年の2月。はい、じゃあホルモンと、はい、ハラミのタレと、塩タンですかね。タンにします。で、あとライスをお願いします。超中華で大で、はい、大で。ノンアルコールビールをいただきます。こちらのタレはもうオリジナルみたいな感じです。そうです。うちのパッチャンっていう焼肉、まあ本当同じスタイルの店があって、はい、そこもまあうちの師匠みたいな。ああなるほど、ああなるほど、そっからの、はい、パッチャンが。というわけで早速塩タンがやってまいりました。いい感じですね、すごい美味しそうな塩タンでございます。いやいいですね、早く食べたいです。戦闘準備開始でございます。早速焼いていこうかなと思います。いい感じに焼けてきましたね。いやー美味しそうですね。レモン汁につけていただきます。めちゃくちゃ柔らかい塩タン、すっごく美味しいです。ありがとうございます。これやっぱなんか食感が全然違いますね。すごい食べやすいです。いや本当にね、肉が柔らかいんですよね。やはり切り方とか下処理をうまくやってるということなんでしょうね。
幸せな一人焼肉、そしてうまい肉、いいですね。まあ、ただちょっと煙がねすごいんですが、まあ、それも承知の上で、この後ろですね、収納ボックスがあるのでそこにバッグとか入れてみてください。ごちそうさまでした。すいません、ごちそうさまでした。お会計をお願いします。でもだいぶもう大昔ですよね。まあでも共通点があるんでね、なんか大田区元々はでも倉敷中庄だったんですよ。でそこから、まあ、サッカー教室もやってサッカー教室行ってたんですか、あのグラウンドまで行ってました。もうあんま活躍できなかった。めちゃめちゃ人気ですもんね。そうですね、すごい人気だった。最初なんか幼稚園でサッカー教室みたいなあって、そこからのなんかあったと思うんですけど、幼稚園の時園内にサッカーみたいなありました。園内やバスが来てました。あ、はい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 、僕らの時園内であって、そこからなんか入りたい人が入ってみたいな感じで、で多分募集してたから多分そんなに人少なかったけど、多分翔さんの時は多分めちゃめちゃ人気だった。懐かしいです。でも、はい、絵の教室も多分幼稚園であったと思うんですよ。でもそれが多分幼稚園でやってました、絵とか。あんまり昔ですもんね。ね、なんか、ちょっとまた改めて来ます、フラット。ごちそうさまでした。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、また来ます。ごちそうさまでした。すいません。ありがとうございます。失礼します。よいしょ。はい、というわけで、いや、めちゃめちゃ美味しかったですね。あんまし、あの大声では喋れないんですけど、ご時世だけに。タレとね、肉がすごい柔らかいです。かなり仕込んでるのかなと思います。価格的には2900ちょっとぐらいですね。ノンアルビール入れて、まあ、こんなもんかなと。おしゃれに飲むということで、ぜひね、興味ある方は行ってみてください。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。